中日ドラゴンズ柳裕也さんノーヒットノーラン達成祝いを開催。濃いメンツで飲んだらしい。大野菅野とお祝いした模様。実質ノーヒットノーランって13人おるの？とても嬉しそうな笑顔と共にインスタ投稿したで。アース菅野も神宮で CS ノーヒットノーランしてたな。8月13日の13やろう。横浜で NL スターズ柳裕也。大野は歴取ったんか。シーズン中に敵選手とご飯食べると過活です。菅野運んだ会に参加してる場合か。こうでもしないとメンタル保てないんやろな。かわいそうに。ノーヒットでノーランだし言葉だけ見れば別に間違ってないから問題ないやろ。菅野中日来てもええぞ。許可する。心なしか大野が。お前もこの気持ちわかるやろ。同情するで。勘ある表情しててくさ。菅野はメジャー行くからな。待ってろ大谷。ノーヒットノーランなのに逆転勝利。菅野って友達おったんやな。 Y の世界ランクが下がったわ。菅野との飲み会から栗の愚痴がうざそう。菅野も平凡な投手に落ちてるけど全盛期は勝てる気戦投球してたな。おいよく見ろ。菅野の隣にジョッキあるぞ。誰か映ってないメンツおるやん。誰や。あったけ。これがチュニドラの絆やね。ご視聴ありがとうございました。